ゆうじろうチャンネル、今日のお題はブログを書いたら3ヶ月で家が売れちゃいました。実読すごい。今日はですね、工務店の社長さん必見です。えらい狭いピンポイント。まあまあ工務店さんの事例なんでね。そうですね、まあ、分かりやすいですよね。工務店の社長さん聞いた方がいいと思うんですけど、はい、まあ、これはまあ、うちの生徒さんが1年間こうブログ書くのに3ヶ月に1回こうセミナーやっていくんだけど、うん、はい、その初めての3ヶ月目の時に、まあ、みんなにこう近況報告をしてもらう、まあ、そんなところがあって、その近況報告してもらった中でこういう話があったんで。 いきなりですか。でもしかも一人の話、2人ぐらいこういう話をしてきたんでね。すごい。じゃあ、まあちょっと今日はね、その辺の話をしてみたいと思うんで、はい、今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、土手かな子です。まずはチャンネル登録からお願いします。皆さんもね、ブログから家が売れますよ。はい、ということでね、今日はそのセミナーのフォローアップセミナー、3ヶ月後のセミナーであった話なんだけど、はい、まあ、そこでいろんな一人一人こう近況報告みたいなのを前に出てしてもらうんだけど、はい、まあまあ、面白い話があるわけよ、みんな、うんうん、どんなのがあるんですか。3ヶ月書いたその感想を言い合うんですか。良かったことと悪かったこと、うん、みたいなことをみんなにいろいろ、だけどまあみんな仕事の内容が違うし、はい、売り上げの規模も違うんで、うん、まあ、悩みもいろいろ違うんだけど、まあ、そバラバラですよね。そうそう、どんなのがあるんですか。ただ良かったことは結構いろいろバラバラなんだけど、うん、悪かったことって言ったら、もうとにかくみんなきついですと。あ、そっかそっか、みんな同じ苦しみをね。もうきついですと、はい、でもそりゃそうやろ、寝て起きたらもう書いて、寝て起きたらまた書かにゃいけん、これの繰り返しやけ、うんうんうん、何、週休2日みたいなもんじゃないけ。そうですよね、休みがないんだけ、とにかくずっと書かにゃいけんみたいな、ゴールがない、もうこのプレッシャーに押しつぶされそうですとか言うんだけど、はい、心配すなって、押しつぶされんけって。それは何か言ったら、今までプレッシャーがなく生きてきただけの話やけっていう話や。だからちょっとこう風当たりが今強い環境にいるからね、わしは思うんだけど、世の中で一番プレッシャーかかってやれるのは、あの大手企業のサラリーマン。ああ、一番プレッシャーかかっとるけ。そうなんですか。まあやっぱりうちの娘がそういう 大きな会社の勢いじゃん。あ、まあ、そうですね。そいつ、あいつの話聞いたらすごい大変だろうなと思う。それ考えたら一番ぬるいのは中小零細弱小家業の社長さん、あなたが一番ぬるいですから。本当にプレッシャーが一番ない。あのプレッシャーがあっても自分でコントロールできるって。ああ、なるほどね。まあまあいいか、来週から。あ、自分次第っていうところがある、うん、お前もぬるいじゃないか。もう自分次第、忙しいのに、まあちょっと、まあ、仕事じゃけこれもゴルフ行っとこうみたいな。すごいね。そうそうそう、だからまあ、うん、今までいろいろあったけど、やっぱりブログがきついですみたいなことを言うんだけど、あの良かった話っていうのはいろいろみんなバラバラなわけよ。良かった話はやっぱりこう自分の周りの人たちがブログを読んだよって言ってくれるようになったとか、まあなんかこう反応が出てきた。反応がやっぱりないとしんどさに、うん、そうそうそう、ね、いや、かけど暮らせと 何にもないのが一番しんどいけど、すごい孤独ですよね。これができ、うちなんかはグループ組んで、うんうん、みんなでやりおるけ、みんながみんなのブログを読んで、例えばお前が書いてきたら、あ、土手さんのブログ今日こうじゃったね、ああじゃったね、みたいなコメンターがお互い入れ合うからいいんだけど、まあ、ここは入ってきて当然だけど、うんうん、ここじゃないとこからもこういう話が入ってくるようになるんで、ね、やっぱりそれが励みになって。そうそうそう、でもそうやって励みになって毎日書いてたら、うん、慣れってないんですか。慣れることはないね。あ、慣れるは書くことには慣れてくる、うんうん、まあ、寝て起きたら書かなくちゃいけないっていうことに対しては慣れる、生活のリズムには慣れるけれども、そうそう、書くブログには慣れない。何書こうかのってなるじゃんか、うんうんうん、で書くということにはよし今日も書くぞってこうパソコンの前に行ったりこうスマホを持ってっていうことにはなる、うんうんうん、生活の一部になっていくんでね、はい、ただね、これ一人の工務店さんが言ったんだけど、うんうん、ブログ経由で問い合わせのメッセージが入ってきたと、はい、でちょっと何回かこうやり取りしたんだけど、でも多分お客さんにならんと思いますって言うんや。
うんうん、でそれなんでかって言ったら、いやなんか他のとこともいろいろ比べながら情報収集的な感じで話が入っとるんで、別に僕もそれを取りに行こうと思ってないんで、あんまりこびた返事もしてないから、まあ多分うちじゃないとこでやると思いますみたいな、もうそうなんじゃってで、ええんじゃないかって言おうたんだけど、まあでもそれがそういう問い合わせが入ってくるのが、そうですよね、ブログを読んだんですけどって言って入ってきたらしいけ、でもそういうのが最初の3ヶ月で入ること自体がまずないけ、だってまずそこですもんね、最初の一歩は、そのお客様に、自分のターゲットとするお客様が知ってくれる、見てくれるっていうのが最初の目的ですよね。だからまあこういうふうにね、見ず知らずの人がパーンと入ってくるっていうのは本当まれのまれのまれよ、でまあその人がそういう話したんだけど、その次にまた同じ工務店さんだったんだけど、その人は実際に家が売れたんですっていうわけよ。はいはいはい、でそれどんな話だったんかって言ったら、なんか、その買ってくれた人の知り合いの家をこの A さんが作っとったらしいんや、はい、ははは、知り合いがね、でこの人が家建てたい系って言って、いろんなとこ話をしに行って、相見積もり、見積もりのなんかこう話がブログ経由で来たと、でなんでうちにその話をしてくれたんですかって言うと、いや何々さんにここで建てたいの聞いたんですみたいな、ああそうですかって言って、まあちょっと話をして見積もりを出したと、はい、だからなんか4社ぐらいの相見積をしとったらしいんや、めちゃめちゃ、いやいや、じゃあもうなかなかそういう相見積もりって基本的に何を調べよるかやったら、もうどこが一番安いか、まあ、価格競争させてる感じですよ ね、で、まあ、まあその人も、まあ、こんなブログから来てからすぐ取れるわけないけって言うんで、別にあの一番安い値段をみたいな感じじゃなくて、まあまあの値段で出したらしい、たらお宅でやってほしいって来たと、はいはいはい、みたいな思って、その4社の中から、そうそう、で、まあ、大手いろんな話をしようたら、なんでうちじゃったんですかって聞いたら、他の会社のホームページとか他の会社のその担当の人とかも結構いろいろ調べさせてもらったんだけど、御社だけあのホームページについてのブログがずっと毎日更新してあると、はい、それを見て、あ、こういう会社ならちゃんと責任持ってやってくれるんじゃないかと思って、それが決め手になりましたと。おー、これね、あのうちの生徒さんでも結構ある話なんだけど、相見積もりになった時ね、この毎日書いとるっていうのはめちゃくちゃ強い。やっぱそこは信頼ができるんですよね。やっぱね、相見積出しとる会社っていうのは、出しとる会社のことはやっぱり調べるけ、うん、その時に多分他の会社は、まあ、ホームページを、まあ、何年1900、2015年とか、まあ、今から7年ぐらい前に新しくして、で、そうですね、今からブログも毎日更新しますみたいな、こんな感じでやっとったんだろうね3日間ぐらい、ね、でそれが最終更新日が2014年何月何日みたいになったわけ、っていう会社とブログが昨日の日も上がってる、一昨日もあれあれ毎日あれずっと書いとるんだよこの人、みたいなのを見てくると、しかもあの社長さんが自らね、そうそうそう、で見るとどっちを信用したくなるか、いやそりゃその人間性でいくと、やっぱりちゃんと毎日書かれている方は、あ、仕事もちゃんとお客様を見てされてるのかなって勝手にイメージが、そうやろ、でもその毎日と書いとるけど中身見に行ったら、今日はこんなん食べました、ちょろちょろ、はいさよならじゃないわけよちゃんとうちの NJE 理論というものを使って書いとるけ、お客さんは読み物になっとるけ、へえへえって勉強になっていく毎日なわけよ、だから、え、こんなにお客さんのことを考えてってやっとるんだ、みたいなのがあったら、やっぱり信用するじゃん。いや、そうですね、特に家なんてすごい大きなお買い物だから、やっぱりそのちゃんとした人に作ってほしい、ちゃんとした人ってのおかしいですけど、やっぱ信頼できる人にねお願いしたいですよね。でね、まあそれも嬉しい話なんだけど、もう一個嬉しい話があったのは、その人がいや実際に4社のあいみつやったら、一番安いところとあなたの会社では250万違ったんですと。おーおーおー、あ、そうなんですかって、うん、でも私は、この250万よりもこれから先とかもう作ってからのことも考えると、ぜひあなたに
立ててほしかったみたいな、うん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 、嬉しいですね。これね、3ヶ月で出る結果じゃないっけ。そうですよね、うん、でも思ったね、あのね、工務店の人ってね、うん、意外に私も振り返ったら最近工務店さん多いんだけど、うん、結構早いこと事例が出るんや。なんでなんですかね、そういう業界。いい質問ですねなんでかというと、はい、他がそういうことをきちっとやってない、やってない業界だからだ、うん、だからビフォーアクターみたいなのいっぱいやっとるけども、うんうんうん、なんでこの家を建てようと思ってるかとか、自分の仕事に対する思いはこうだとか、うんうんうん、みたいなことがどこもないわけ。あ、そうですね。でしかもそれを毎日コツコツ発信してないから、うんうんうん、大体工務店ってそんなもんだろうなと思っとる中で、こうやって毎日更新してきたら目立つんや。あ、そっか、うん、逆に他と比べることができるんですね。そう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 、うんうん、だからね、工務店さんの事例はめちゃくちゃいい事例いっぱいあるけんね。すごい、まあ、だってね、もともと広島のその工務店さんで大成功した方が ね生徒さんでいますけど、うんうん、それに続いてね、皆さんがじゃあ頑張ってらっしゃる。そうそうそう、なのでね、結構まあ、3ヶ月で出ますよっていうのはそれはちょっと保証はできんけども、たまたまというか、うん、まあ、私としてはね、あんまり早く成果が出ん方がいいんだけど、うん、早く成果出るとね、あのアイドルみたいになるんよ。あ、アイドルってパッと出てパッとなってパッとおらんくなるの。そうですね、だから土佐回りしとる演歌歌手みたいなのが一番いいんでしょ、うん、努力して努力してやっと2年ぐらいで成果が出てみたいな。そうでもそれぐらいの方がね、足腰強くなるんだけども、うん、ただまあでも今回なんかでもそれで実際に直接は知らんけども、間接的には知っとるというのが、 そうですね、その間接的に知っ立ててくれたお客さんもだいぶプッシュはしてくれたんだと思うよ、うんうん、あっこいいよって。だからやっぱりね、ブログからお客さんが来るっていうのはね、やっぱりこう見ず知らずの人がいきなり来るっていうよりも、うん、誰か経由、やっぱり書いてる人の知り合いからの経由で来るのが一番だからね、うん、だからやっぱり、うん、そうですね、うん、でもあれですね、3ヶ月で売れちゃったこの方は、うん、あの逆にでももうやめれないですね、ブログが。だってそれを見てお客様が家を建ててくださったのだから。でもの考え方はもう一個あって、うん、こんなにブログでこんなん来たけどもうやめれんって思うか、うん、3ヶ月ぐらい出てるじゃん、うん、ちょろいのブログ。ああ、そうなってほしくないな、うん、あ、でもそうもなる人もおるけん。そうか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 、でもね、あのやめたらやめたでやっぱりね終わるん。そうですよね、うん、まあなのでね、まあブログで早く成果をやっぱり出したいんであれば、うん、わしはやっぱりローカルニッチバイク、やっぱりね、地方でこだわって狭くやっとる人は、うん、ブログ書いたら絶対に成果出るんでね。そうですね。じゃあこの方ももちろんローカルの、ローカルかなり、うんうんうん、ローカルニッチですから。はい、まあぜひね、皆さんもそういう感じでやってほしいなと思いますよ。そうですね、うん、まあでもそんなね、今見ていただいている皆さんに嬉しいお知らせがあるんですよね、うん、もうね、だからどうやってこの NJE 理論という形でブログを書くのかっていう、はい、セミナーを今年も春の開催やりますんで、うん、ここ出しておきますけども、まずは京都から始まって、京都、福井、静岡、広島、まあ、この4会場でやりますので、まあ、あの日程はここに載っとる通り3月の開催です、うん、春。そしてこの NJE 理論ブログセミナーというのをどんなセミナーでやっとるのかという説明もしながら、はい、ちょっとこの皆さんに、経営者として、持って帰った方がいいよっていう方程式も入れた、はい、プチセミナーをやりますので、これは時間は所要時間はどれぐらいですか。2時から5時までなんで3時間。あ、3時間、うん、しっかりと3時間の中に、ちょっと自分で考えるワークとかも入れたりするんで、はい、もう学べるセミナーになってるってことですから、ね、これがね、2月の17、はい、2月の27、うん、3月の6日という 3回やりますんで、うん、でこれはリアルとズームとハイブリッドでやりますん で、はい、で僕の NJE 理論の本茶のセミナーはもうリアルしかやってないんで、うんうんうん、あの聞きに行きたい方はリアルなんですけども、そうですね、このプチセミナーはズームでもできるようにしてますんで、はい、ぜひ聞きに来ていただきたいと思います。します。で実際にね、リアルで参加された方はその後懇親会もあるみたいなので、そうそうそう、この懇親会までがぜひセットで参加していただきたいと思います。ですです。はい、はい、さあそれでは今日のミッションを、はい、
じゃあ今日のミッションを、ね、はい、じゃあ今日のミッションはこれだ。はい、ということでブログを書いたら3ヶ月で家が売れたっていうことなんですけども、はい、これはもうね、地方でビジネスしとる人はこだわってこだわってニッチに絞り込んで書く、ローカルニッチ、これで絶対に勝ち組になりますんで、はい、信用して、僕の言うことを信用してね、まあ、僕言うても3000人ぐらい生徒さんいますんで、うん、その中でそうやっていう勝ち組になってきた人をいっぱい見てきてるので、ぜひ地方で頑張ってる方はぜひいらしてください。そうですね、そのセミナーに参加されることによってそうやって実際に成功された方に会うこともできますしね、つながることもできるので、うん、かなりあのコミュニティも広がっていきますので、ぜひご参加ください。はい、はい、ということでこちら関連動画になります。はい、チャンネル登録こちらでお願いします。はい、はい、ということで今日は以上です。またね。